日本政府が VSL 実装に向けて実験潜水艦を建造することを閣議決定したことで、海上自衛隊の原子力潜水艦保有論に変化が起きるのでしょうか。原潜建造費はとても高額であるが、日本周辺にいる悪の枢軸国のことを考えたら、持っていて得することはあっても罰は当たらないよね。時を遡ること2021年9月に、米英間における新しい安全保障枠組み、オーカスに参加したオーストラリアが、同国海軍の次期潜水艦として、攻撃型原子力潜水艦を導入することを公表した。すでに、日本の周辺では、原子力潜水艦を保有しているロシアと中国に加えて、北朝鮮と韓国も、原潜保有を目指しており、同年9月に実施された自民党の総裁選においては、4人の候補者のうち、河野太郎、高市早苗両氏は、日本も原子力潜水艦の保有を検討すべきとの考えを示していた。加えて、この年の11月には、海上自衛隊の通常動力型潜水艦が、米海軍と南シナ海において、初の対潜水艦戦訓練、ASW を実施したことにより、今後、我が国から遠く離れた海域での海自潜水艦の活動が積極的になるだろうと示唆された。このような情勢の中で、中国の強引な海洋進出が懸念され、自由で開かれたインド太平洋の実現を目指して、日米共同訓練及び共同監視活動のため、南シナ海に、海自潜水艦を派遣することが日常的になるとの指摘があり、これらの状況を踏まえると、日本においても、長期間の潜航能力に優れている、原潜保有論が強まるとの見方が広がっている。これまで、日本の原潜保有に関する動きとして、1958年に、通常動力潜水艦の建造実績がある川崎重工業が、原潜建造における、コストや建造設備などについてのレポートをまとめており、それによると、攻撃型原子力潜水艦1隻を建造するのに、通常動力型潜水艦10隻分の建造費が必要であると記されていた。また、日本周辺で活動する諸外国の潜水艦の大半が、原子力潜水艦であるとの状況から、海上自衛隊において、身は、1986年に、比較の攻撃型原子力潜水艦の導入に向けて、検討を開始し、アメリカへの非公式な打診を行うなど、水面下で動いていたらしいよ。2004年の防衛計画大綱を策定した時には、防衛庁が発信する防衛力の在り方検討会議において、中国が潜水艦戦力の近代化を図るために、原潜建造を急いで進めていることに対して、海上自衛隊の原潜保有の可否が検討されていた。それと、同年12月に防衛大綱を策定するのに合わせて、防衛庁では2001年9月の防衛力の在り方検討会議において、すでに日本独自の原潜保有の検討案を打ち出している。その際、潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM を搭載して、核弾道ミサイルによる抑止は任務とされる戦略型原子力潜水艦ではなく、艦船攻撃仕様の攻撃型原子力潜水艦であることが対象となり、日本国内開発案やアメリカから既存の攻撃型原潜を導入する案が検討されていた。この防衛力の在り方検討会議では、原潜保有に関する原子力の平和利用を定めた原子力基本法との整合性や、日本独自で潜水艦用の原子炉開発の可否が問われる技術論に加えて、実際に海上自衛隊における運用面などにも踏み込んだ議論が行われた。しかし、結局、16大綱では、潜水艦隊については、通常動力型潜水艦16隻体制を維持すると結論付けられ、その範囲内で、
攻撃型原潜を保有した場合に、現状の海上自衛隊における潜水艦警戒監視任務に与える影響や、ただでさえ苦しくなってきている乗員の確保策や訓練方法などに関して総合的に検討した結果、原潜導入は時期尚早と指摘されていた。その4年後の2008年には、当時の自由民主党の石破茂農林水産大臣、元防衛大臣が、日本は原子力潜水艦を持つべきであるとの論文を発表したが、海上自衛隊の原潜保有論が盛り上がることはなかった。しかし、2022年には、このことを払拭するかのように、国民民主党の玉木雄一郎代表が、近年の切迫する安全保障政策に触れ、敵性国家が保有する原子力潜水艦による SLBM 攻撃に対して、長期間潜水航行が完璧ではない、自衛隊の通常動力型潜水艦では不十分だと指摘し、日本も、諸外国の原潜と、同等の長期間潜航能力を保有するべきとの意見を述べ、攻撃型原子力潜水艦を保有することへの議論が高まっている。日本の原潜保有について、イギリスで、ジェーン年刊を毎年発刊している、ジェーンズグループの海軍担当専門記者2名に対して、日本の軍事ジャーナリストがインタビューした記事が、2021年に公表されている。一人目の国際軍事専門誌、ジェーンズネイビーインターナショナルのリズワン・ラフマット記者は、原子力潜水艦の利点として、数ヶ月間の長期間潜航可能なことを挙げた上で、中国の海洋戦略に、かなりの不確実性をもたらすことになり、中国は、海洋戦略の再考を余儀なくされる。日本にとって、有益な兵器になるだろうと記されていた。そして、日本が独自に原潜建造をすることが可能かという質問に対しては、日本はこれまで非核三原則を堅持し、核武装と原潜保有に反対してきた。確かに、日本は原子力発電所における原子炉建造の経験はあるが、過去の立場を考えると、兵器や艦船、潜水艦向けに核技術を小型化する専門性は、有していないため、日本が原潜保有を決めた場合には、海外のパートナー国との協力が必要不可欠となるだろう。だから大変なチャレンジングであると述べた。もう一人の海軍専門記者兼アナリストのティム・フィッシュ氏は、日本が攻撃型原子力潜水艦を保有する必要はない。なぜなら、日本近海の海上安全保障上の脅威となっているのは中国と北朝鮮であって、どちらも日本本土に近いということを挙げている。また、日本の通常動力型潜水艦が高性能であると評価した上で、日本海、黄海、東シナ海、南シナ海での活動には十分な能力を保有しているし、さらには西太平洋、インド太平洋海域での活動にも十分な性能を保持しているとも述べていた。続けて、オーストラリアが原潜保有を検討しているのは、オーカスにおいて南シナ海などオーストラリア本土の基地から遠い海域での活動任務があるためであり、日本の海自潜水艦は、新型のリチウムイオン電池と、長時間潜航可能な非待機依存推進、AIP 機関によって、日本近海のシーレーン防衛や、さらには、中国や北朝鮮の海軍基地や、港の外側などで、長期間にわたって、監視のために存在し続けることが、可能である。今後、海上自衛隊がより、広範囲の海域をカバーするためには、さらに、多くの優秀な通常動力型潜水艦を保有する方が、費用対効果の面から見ても価値があると述べた。また、同氏は、日本による原潜建造が技術的に可能かどうかに関して、日本には
原子力潜水艦を建造するための資金も技術もある。アメリカなどの運用国の助言は必要だが、近代的な軍艦の設計技術や優れた建造技術を持つ造船業界があり、優秀な設計者とエンジニアたちを支える産業基盤があり、大型潜水艦を建造するための大きな造船所もある。さらに、日本は国産原潜を設計し、建造する能力を持つほか、その気になれば、原潜向けの原子炉も国産で可能だろうと述べている。日本の原潜保有について、二人の記者の見方は多少異なっているが、日本が保有することをアメリカが求めるかという質問に対しては、両記者ともノーと答えており、その理由は、インド太平洋地域において、アメリカが日本に求めている働きは、現状の通常動力型潜水艦で対応可能であるからだ。